平和記念像地理に地図 Google ググマップ平和記念像。平和記念像は長崎県長崎市松山町の平和公園にある像。1955年の被爆10周年に向けた記念行事の一環として長崎市が建設を計画し、1951年に着工、1955年の8月8日に完成した。制作は、 長崎県南高木郡旧南有馬町生まれの彫刻家北村聖望によるもの。70代の頃、東京都武蔵野市にある井の頭自然文化園内のアトリエにて制作された。像の乳和の顔は、神の愛とフッの慈悲を天に向けて垂直に高く掲げた右手は、原爆の脅威を水平に伸ばした左手は、平和を横にした右足は、 原爆投下直後の長崎市の静けさを立てた左足は救った命を表し、軽く閉じた目は戦争犠牲者の冥福を祈っている。像は高さ9.7メートル、台座の高さ3.9メートル、重さ約30トンで鉄骨を芯にして、制動性のパーツの表面には純白の石膏が直付けされている。右手の人差し指には平い針が設置されている。 像の制作費用は3、0円、制作期間は4年で、制作費はすべて国内外からの募金により賄われた。台座の2000万円は長崎市の予算である。しかし、平和記念像が完成した1955年当時、被爆者に対する法律的援護は全く設けられていなかった。被爆による病気や外傷でさえも被爆者自身が全額負担する必要があった。当時は、 福田須磨子の一人ごとという詩で歌われているように、長崎市の資金の使い方に疑問を抱く被爆者もいた。この像の原型は、東京都武蔵野市の井の頭公園内の北村聖望彫刻館にある。また、長崎県長崎市白鳥町の長崎高知市所には、聖望が制作時に試作品として作った原型が設置されている。同施設の前身にあたる長崎刑務所。 浦上刑務所は、原爆投下時、平和記念像が建っている地点にあった。刑務所内で爆死した人々を追悼するため、1959年、有志により設置された。オリジナルの完成後に、この像をモデルとして、サイズを変更して制作された模型として、以下のものがある。1972年会館の施設に、実物の記念像の制作過程と合わせて、展示されている。 なお、聖望の出身地である南島原市にある北村聖望記念館とは別の施設であるため注意。三鷹100周年記念事業の一環として1989年に建立。聖望は三鷹市に隣接する武蔵野市にアトリエを構え、生前に三鷹市とも関わりが深かった。正面玄関前に置かれている。聖望が1916年から居住し、かつ、 北区の名誉区民であることと、北区の平和都市宣言志向5周年を記念して、聖望の遺族と長崎市などの協力により1992年に建てられた。ただし、本蔵大座公部に刻まれている作者の言葉には、顔は戦争犠牲者の冥福を祈る、世人種を超越した人間寺に不通寺に、神との一節があり、顔形は特定の人種の特徴を表さないように、 したとされている。ありがとうございます。